お人形ちゃん髪の毛ふわふわ。うわ、この年で人形？あ、こんにちは、人形好き？髪の毛すべすべで綺麗だと思わない？ごめん、もう行くわ。ああ、分かってもらえない。ちょっと汚くなっちゃった。髪の毛切ってあげよう。動かないでね、すぐ終わるから。あと少し、このボロボロのドレスもなんとかしないと。よくなった。はい、ここに座ってて。はあ、今日のメイクオーバーもうまくいった。ああ、何？誰？どこから来たの？お人形ちゃん、本物になっちゃった。でも一体どうやって？つつかないでくれる？失礼よ。本物なんて信じられない。こんなにすごいこと人生で初めて起こった。一緒に写真撮らない？やった。ほら見て、たくさん撮れた。待って、これが私？お人形ちゃん。あら、ウェンディ、写りが悪いわね。でも写真ばかり気にしちゃダメ。この鏡見てみて。どういうこと？何をすればいいの？ちょっと待っててね。どこに行くんだろう。すぐ戻ってくるかな。せっかく鏡あるし、ニキビでも割ろう。ブチュッと潰す。気持ち悪い。こっちにもある。あ、たくさん出てきた。ほっぺたのニキビも潰さないと。ウェンディ、戻ったよ。はい、これ。え、顔に何してるの？ニキビ潰してるんだ、我慢できなくて。なるほど。でもね、指よりいいものがあるの。え、これは何？何かの機械？このボタンを押して顔に当てるのに。わあ、ニキビが綺麗に取れた。こんなことありえる？すごい、魔法の機械みたい。魔法じゃなくて科学よ。すごい、全部やってみるね。これで顔にニキビ全部綺麗になるかな。素晴らしいわ、頑張って。お人形さんありがとう。他にもあるの。はい、これつける？もちろん、何でも試しちゃうんだから。油っぽい肌に抹茶のマスク。鼻とか顎とかに必要みたい。お人形さんありがとう。はい、返す。どういたしまして。もう取って大丈夫かな？ OK。 布できれいに拭き取るね。わお、黒ずみがきれいになくなった。嘘、肌が全然いい感じ。そうね、じゃあ次はこれ。それは何？テープ？あ、眉毛よ。どうなるの？毛全部抜けちゃわない？そうね、ちょっと待って。このテープ顔から剥がしてあげる。わお、眉毛の形が整った。テープ1枚でこんなことできるなんて。お人形さんありがとう、大好き。よし、一緒に写真撮ろう。学校に行くか。はあ、最悪。カバン。あ、お人形ちゃん、どうしたの？ん？今度は何？その格好で学校に行くの？そうだけど、ダメ？全然、でもいいことを考えたの。はい、ここに座って。クローゼットの中見るわね。ね。あらあら、この色、明るくて素敵じゃない？これ、本当に？うん、学校にぴったりだと思う。わかった、着てみるよ。腕を通せばいいんでしょ。はい。うん、すっごく似合う、そのままね。はい、チョコレートでも食べてるよ。あ、この可愛いカチューシャ見て、完璧だと思わない？うん、いい感じ。あ、もう一つ思いついた。いいけど、他に食べるものあるかな。これ、このデニムがぴったり。デニム？本気で？まあいいけど、着替えるからこれ持ってて。うわっ、きつい。全然履けない。うん、これは無理。ウェンディ、これからはお菓子禁止ね。え、やだ。でもしょうがないな。とりあえずボタンを閉めなきゃ。おお、いた。
ふう、なんとか入ったわね。どうやったの？お人形ちゃんの魔法。かわいい。はい、カバン。学校楽しんで。わお、大変だった。ん？このゴミ、見て。お菓子の食べ過ぎ。掃除して、ゴミ箱に捨てておいてあげるわ。ん？何の音？ウェンディ？やったー。あ、お人形ちゃん、気にしないで。今のお菓子？この中のどこかにいるはず。いた！あ、お人形ちゃん、イヒヒ。ウェンディったら。お腹空いちゃった。お菓子食べよう。あ、ウェンディ、お店へようこそ。ん？何の音？冷蔵庫から聞こえた？ちょっと様子を見てみよう。あ、お人形ちゃん。そこから出てきて寒くないの？こっちに来て。それちょうだい。チョコレートの代わりにバナナをあげる。健康にいいわよ。バナナ？でも美味しくない。体にいいおやつだから。私は食器を洗うわね。うわー、最悪。あ、そうだ、いいこと思いついちゃった。お人形ちゃん見てる？大丈夫みたい。バナナの機械を使うの。よし、ピューピュー。あはは、ロッドをつけたらきつく締めるの。引っ張るとバナナの芯が出てくる。うわ、気持ち悪い。芯が抜けたバナナをここに刺して、チョコレートのスプレッドをたっぷり入れる。これでいいかな。あとはレバーを下げるだけ。わあ、バナナにチョコレートが入った。早く食べてみたい。ウェンディ？ん？何？ちゃんとバナナ食べてるよ。うー、危なかった。でもバレてない。うわあ、チョコレートが濃厚で美味しそう。最高。こんなに美味しいバナナ初めて。ただいま。やっと学校終わった。まだいい感じ。でもメイク直ししないと。あ、そうだ。メガネ外さないと。ファンデーションを塗り直そう。これでいいかな。次はマスカラ。まつげにたっぷりつけるの。うわ、まぶたについちゃった。まあいいや。よし、結構いい感じじゃない。このピンク、お気に入りなの。すごく似合う。やったー。ウェンディ、おかえり。何してるの？なるほど、メイクね。見せて。綺麗になりたくて。どう思う、お人形ちゃん？いやー、大丈夫。ほら、立って。どうしたの、いきなり倒れるなんて。なんでメイクしてるの？言わなかったっけ、これファッションショーがあるの。ファッションショー？なるほど。それなら私が助けてあげる。こっちに来て。は？ここに座ってね。え？メイク直し。でも頑張ったのに。しょうがないな、ちゃんと落とすよ。口紅も忘れないようにね。うん。お疲れ様。これが私のメイク道具。そのケースすごくない？この中に化粧品を全部入れてるの。ほら見て、ここにリキッドファンデーションを乗せるとくるくる回る。早いでしょ。これで十分かな。あとはそのまま肌に乗せるだけ。わお、柔らかくて気持ちいい。びっくりね。これで綺麗に塗れた。すごいね。マスカラ用は何かある？わお、磁石付きのまつげ。そう、マスカラは使う必要なし。乗せるから動かないでね。どう？似合う？あ、口紅。これでいいかな？いい感じ。すごい、色がとても綺麗ね。次はこれに着替えて。わかった。お人形ちゃん、ファッションセンスがいいね。かわいい。それにお人形ちゃんとお揃いだ。行こう。ふう、なんか緊張する。やっぱりやめようかな。ドキドキが止まらない。大丈夫、深呼吸をして頑張って。うわ、ごめんね、ファッションショーのために来たの。へえ、この子おしゃれね。ハロー、その服素敵ね。トップスかわいい。やった、大成功。
ん？何の音？トイレの方から聞こえる。誰も気にしていないみたいだけど、何だろう。確かめてみよう。あの、誰か入ってる？誰もいない。奇妙だな。待って、トイレに何かいる？これは一体何？人形？ベトベトしていて気持ち悪い。うわ、しかも臭い。あなたたちの仕業ね、いじめっ子って大嫌い。こうだ。今のうち逃げなさい。戻ってこないでね。大丈夫？私と一緒に行こう。綺麗にしてあげないと。難しいかもだけど、だってすごく臭い。まずはスライムを取ってあげよう。うわ、気持ち悪い。ベトベト。よし、全部取れた。まだ汚いな。見た目も最悪。洗ってあげるね。汚れた洋服脱がせないと。ちょっと何してるの？喋った？うん、私喋れるよ。そうなんだ、ごめん、早とちりしちゃった。ごゆっくり。ありがとう。うん、服を脱ぐだけでも気持ちいい。よかった。準備ができたらお風呂の時間。用意するね。温かい水を入れて、ゆっくりするためにバスソルトも入れる。あとは混ぜるだけ。わお、泡がすごい。準備できた？うん。水着かわいい。いい色ね。中に入って。どう？湯加減大丈夫？スポンジが必要。汚れを落としたいからね。ゴシゴシ洗うよ。どう？大丈夫？うん、すんごく気持ちいい。本当に最高。よし、これでいいかな。シュワシュワにしたくないからね。うわ、いい感じ。次は何？あ、そうだ、顔のニキビどうにかしないと。クレンザーって知ってる？大丈夫、私に任せて。動かないでね。うわ、噴火みたい。違う方法を試してみよう。これはいらない。これもあった。これ探してたの。お気に入りのフェイスマスク、栄養たっぷりのね。ニキビにぴったりなんだ。肌がピカピカになるの。使ってみる？ほら見て、間違いなく気に入るよ。あとは待つだけ。うん、ここはどこ？そうだ、フェイスマスク。取ってみよう。効果あったかな？ちょっと違う。あんまり意味なかったか。他に使えるものは？待って、いいこと考えた。キュウリを使おう。美味しくって美容の必要不可欠。顔に置くね。効果あるといいな。その間におやつ。なんかお腹空いちゃった。このキュウリ美味しいな。あれ、どこ？全部食べちゃったみたい。楽しんでいたのに。あ、もう一枚あるなんてね、食べられないよ。こうなったらしょうがない。ちょっと汚いかもしれないけど、試してみよう。動かないでね。スライムをのせるよ。うわ、本当に気持ち悪い。効果あるかな。ニキビにしっかり塗り込む。あんまり自信ないな。うん、嘘、ニキビが消えた。わあ、すごい。覚えておこう。奇跡のニキビ消し、私にも効果あるかな。どれどれ。わからない。人間には無理？私は石鹸でいいや。鏡あげるね。どう思う？肌は綺麗になったけど、まだ気になる部分は残ってる。この眉毛、なんていうか。眉毛？気づかなかった。嘘でしょ、見て。確かにそうね。私が直してあげる。わあ、かわいい。手術の時間、何を使おうかな。選択肢がたくさん。どれどれ。ああ、そうだ、ハンマー。いや、ちょっと違うかな。これなら使える。ダメ、やめて。そうね。ああ、わかった。ピンセットを使おう。びっくりした。それなら大丈夫。
整えるよ。痛かったら言ってね。うわ、毛の数がすごい。ワックスしたことないの？なかなか終わらない。どうしてこんなことになっちゃったの？ふう、暑くなってきた。汗がびっしょり。これが最後。ふう、できた。終わってよかった。眉毛綺麗になったよ。すごく似合う。気に入るといいな。あ、忘れるところだった。その歯どうにかしないと。大丈夫、安心して。ぴったりなものがあるの。口を大きく開けて、歯がピカピカになるよ。はい、笑って。緊張するな。よし、行くよ。わあ、まぶしい。うん、まさにハリウッドの笑顔ね。大変身しちゃった。すごくかわいい。素敵に仕上がってよかった。喜んでもらえると嬉しい。あら、気持ちいい。続けて。うん、指が取れない。引っ張ればなんとかなる。痛い、やめて。ちょっと待って、痛いってば。ねえ、大丈夫でしょ？待って、これはやばいかも。新しい髪型に挑戦してみない？それって私の髪の毛？あ、大丈夫、落ち着いて。なんとかなるから。多分使えるものがあるはず。うわ、ゴミがたくさん。この糸何？ポケットの中きれいにしなきゃ。でもこれ使えるかも。私に任せて。電動カミソリを使うよ。手を安定させながら髪の毛を全部剃るの。ベタベタを全部取るためにね。あと少し。できたら糸と櫛を使う。櫛で糸を穴の中に入れるの。いろんな色のね。美容院に行くよりコスパがいいでしょ。わお、私ってすごい。すごくかっこいい。それにおしゃれ。髪の毛で風を感じてみて。うん、スターになった気分。最高。私も試してみようかな。うん、無理ね。何見てるの？あ、あれね。うん、ちょっと違う。これこそが私のスタイル。シックで今どき。気に入った。わあ、私も新しい服欲しいな。あれが好み？ OK、 すぐ戻るね。何か切れるものがあるはず。うわ、違う。うん、これでもない。うん、待って、これなら間違いなく使えるはず。あれ、想像とちょっと違う。もう少し。やっぱりダメ。他には？どれどれ、いいもの見つけちゃった。大自然のコレクション。違うって？アイディアが尽きちゃった。一体どうすればいいの？そうだ、このモデリングくらい使えないかな。どう思う？ちょっと微妙じゃない？どう使うの？見ててね、心配はいらないよ。まずはクレイを平らにしてカットするの。クレイ用のナイフでね。最初にこうやって長い線を彫ってズボンを作るんだ。いい感じじゃない？丁寧に取ったら人形に置く。トップスもね。わお、すんごくおしゃれ。似合うね。羨ましいな。私も欲しい。でも待って、何かが足りない。ジャケットが必要ね。着せてあげる。わお、洋服にもぴったり。自信を持って歩いてね。わあ、大歓声。最高な気分。写真はこっちの角度でお願いね。美しい。はあ、それにしても疲れたな。忙しかったし。でもよかった、ちょっと休もう。うん、ねえ、起きて。何？ハロー、元気？これって夢？ううん、現実だよ。見て、かわいいでしょ？手伝ってくれてありがとう。うわ、こんなことが起きるなんて信じられない。本当に本物？友達になろう。すごく嬉しい。でしょ、ハグしよう。カラフルですごいでしょ？私の新しいルックスなの。なんて、本当はメイクの一つ。
ほら、こうすれば剥がせる。そこまで痛くないから大丈夫。大変身するのにぴったり。つけるのも楽しいけど、剥がすのも楽しいの。半分は取れたかな。次は唇と目元、じゃじゃーん、元通り。わお、面白い展開ね。どうでもいいわ。どうぞ入って。魔法使えるって聞いたんだけど。まあね、それで助けてもらえない？パーティー、しかもユニコーン限定。いいわ、人間に生まれたあなたをユニコーンに変身。すごい。ん？でもリアルじゃないわ。まったく、今度こそユニコーンよ。あれ、頭が変。これはやりすぎよ。うっとうしいわね。それ、何が特別なの？落ち着いて。魔法のメイクの方が良さそうね。準備はいい？もちろん。まずはテクスチャーで遊んでみよう。おでこにね、角を作ったら、ここからが魔法なのよ。ピタッとくっつけたら OK。 残りの部分もお忘れなく。青い目なんてどうかな。ゆっくりゆっくり、完璧。次はピンク。眉毛の下にも色をつけたら、周りにも塗るのよ。他のメイクも合わせてね。例えばピンク色の輪郭、しっかりブレンドして、ほら、いい感じでしょ。口紅もお忘れなく。青が完璧。アクション。うわ、ユニコーンになっちゃった。こだわるのがポイント。キラキラでしょ。そろそろ行かなきゃ。うわ、本当に魔法がかかったわ。よかったわね。楽しんでおいで。バイバイ。じゃあね。やっと新しい本が読めるわ。僕はこの話、悲しすぎるわ。誰か一緒に見てないかな。オンラインの人が一人もいない。一人ぼっち。どうしよう。わ、この子すごい。どうやってるんだろう。私も人形みたいになりたい。まずは眉毛から。中をしっかり埋めてね。次はキラキラのアイシャドウ、まぶたにのせてブレンドするの。涙腺は白がぴったりなの。少し太めにするのがポイント。綺麗。目に立体感を与えたら、しっかりなじませて、ほら、いい感じでしょ。まだ終わってないよ。黒のアイライナーを塗って、下まぶたにもね。このような線を描いたら、まつげみたいに見えるでしょ。次は輪郭、綺麗にブレンドしてね。まだまだ。あとはチーク、じゃじゃーん。口紅は軽く線を引いたら、ローズ色をつけるの。素敵でしょ。こうやって線を引くと、本物の人形みたいに見えるよ。かわいい。はい、完成。命のある人形の出来上がり。あら、こんにちは。ライブ映像を始めましょう。もっと楽しいはず。はあ、コーヒーいる？チェリル？寝ちゃったのかしら。これでよし。はい、起きて。ありがとう。これで動けるわ。見て、人がたくさん。やったー。ハロー。ああ、つまらなすぎる。これこそが綿あめのブロック。2月には売り上げが上がる予定って誰も聞いてない。10点中5点。
そうだ、まずは白いアイライナーを使って顔を半分にするの。次はおでこ、上部分に白いメイクを塗ってね。ちょっと時間がかかるかも。何度か重ねるのがおすすめ。今度は下部分、ここからがお楽しみのスタート。いくよ。片方はピンク、片方は青、鼻の周りは黄色くね。首にたどり着くまでしっかりなじませて、今度は白で可愛い雲を描くの。いろんなサイズのを描いてね。首もお忘れなく。最後にリップをつける。可愛いでしょ。もちろんアイメイクも。わあ、白いコンタクトが似合う。続けていい？わあ、見て！すごい！興味持ってもらえてよかったわ。みんな、これがおすすめなの。とりあえず食べてみて。甘い。ガオー！おいしそう！ママ、見て！怖がってなかった？さ、ターシャ、出てきて。今日の髪、最高に綺麗よ。あの子、見て。うわ、素敵なお人形。綺麗な髪ね。名前はなんていうの？あれ、みんなあの子の人形が好きみたい。だら、あなたの髪、どうにかしなきゃね。そうだ、思いついた。よし、お人形は変えられないけど、私は変身できるわ。まずは緑のコンタクト、そしてメイクよ。この白いペンシルでまぶたを塗るの。叩くようにつけて筆でぼかすのよ。次はこの明るいピンク、目尻の方につけるのよ。それからラメ、大好き。白いところに少しだけね。それから綺麗なキャットアイにするの、下まぶたもね。そしてもう少しピンクをつけて、あともちろんラメもね。よし、アイメイクは完成よ。次はスポンジ。よし、これでいいわね。ブラシでチークを少しつけて、次は眉毛の時間。形は整えてあるから色を足すだけよ。次はリップ、最後はつけまつげ。もうできたと思った？まさか、騙されたわね。唇に白いラインを2本引いてハイライトにするの。そして髪よ。セットできたらまたメイクに突入。おでこを茶色で塗って生え際を作るの。そして白いラインを足して、できた。私最高にクールだわ。かわいいわ。え、何あれ。そう、私戻ってきたわ。キャー、見てあの子、彼女のお人形みたい。でももっと綺麗。ターシャはもういいわ。お人形ダンスよ。よし、アイスクリーム屋さんの完成。うわ、あの子邪魔だわ。え、私を睨んでる？アイスクリームよ。アイスクリームはいかが？やった。さあどうぞ。ありがとうございました。アイスクリーム新鮮で美味しいですよ。今日だけよ。やった、大人気だわ。どうぞ、お客様はこちらです。もうあんなに儲かったの？いらっしゃいませ。おいしいアイスクリームですよ。なんで誰も私のを買いたくないの？こっちのもおいしいですよ。そうだ、私の外見かも。まずは目の色、青にするわ。そしてアイスクリームコーンを使うの。コーンで円を描いて、次はキッチンペーパーと液体ラテックス、髪をくしゃくしゃにしてラテックスにつけるの。そしてさっき描いた円の周りにつけるのよ。周りをぐるっとね。よし、できた。次はまたコーンよ。コーンの描いた線の通り、さっきみたいにつけるの。よし、そして白いペンシルで下に向かって線を描くわよ。唇と顎までね。よし、これでいいわ。次はピンクのパレットと筆、髪にポンポンってつけて。乾いたわ。髪全部につけて顔も塗るの。できた。次はスプリンクル、コーンとピンクに塗ったところにまぶすのよ。唇とまぶたにもね。できたわ。顔に溶けたアイスがくっついたみたい。
さ、またアイスを売ろう。アイスクリーム、アイスクリームはいかが？わお、見ろよあの子。あの子からアイスを買うぞ。ユニークなメイクだね。ありがとう、どうぞ。僕もください。わお、このアイス美味しいね。なんなのよ、私だってできるわよ。ほらね、どう？宇宙人に会いたいな。望遠鏡を覗いて探し続けるしかないわね。新しい靴を買ったの見て。ごめん、科学を追求してるの。そうだ、こっちを見てくれる方法があるわ。さあ、メイクで大変身するわよ。まずは目の周りにラインを描くの。反対の目も同じようにね。よし、いいわ。次は黒。描いた丸の中を黒で塗るのよ。眉毛の上もね。まぶたはまだ何もしなくて大丈夫。まぶたには筆じゃなくてペンシルを使うからね。次はもちろん緑。肌の他の部分を全部緑にするの。唇もね。もちろん髪もよ。耳もね。黒の線に沿うところは細い筆を使ってね。次は濃い緑色でコントアリングの線を描くのよ。そしてぼかすの。唇の下も影をつけて、唇の上のラインにもね。よし、次は黄色のコントラスト、頬骨の上に軽くつけるのよ。さっき描いた黒の部分の周りにつけて、そして黒いところに白の線を描くのよ。目を閉じたら宇宙人みたいに見えるわ。うまくいきそう。ん？何の音？ただの壁の飾りよね。え？マジで？ああ、やっとだわ。大好きよ、あなたって最高。自撮りしなきゃね。え、冗談でしょ？ただのメイクなの？もう本物じゃないの？信じられないわ。さあ、メイクを落とそう。緑と黒を拭き取るだけだから、そんなに長時間かからないはず。はあ、恥ずかしかった。僕はすごいと思ったよ。スーパーパワーみたいで。歯に何かついてるよ。嘘、本当だ。これでどう？もうちょっとかな。あ、そうだ、ネットで買えばいいんだよ。わあ、早い。うわ、ワクワクする。何買ってくれたの？ドーナツ？試してみよう。それ、くすぐったい。意外と好きかも。歯きれいになった？おお、いい笑顔。あ、ジェフだ。今度こそ飛ばすなよ。意地悪。あいつ最低だな。どうしてこんなことに？リジー、待って。リジーはそのままでも完璧だよ。そんなことない。ほら見てよ、ニキビだらけ。もう最悪、彼氏なんて一生できない。そんなことないのに。うん、もう限界。ニキビなんて潰してやる。それはダメ。リアム、ごめん、いいことを考えたんだ。何？これならいくらでも潰せるよ、顔のニキビの代わりにね。楽しそう、やってみよう。うわ、気持ち悪いけど癖になる。このニキビ大きい、やめられない。これもあげる。メガネ外すね。このニキビ用のパッチをニキビにつけるんだ。これで早く治る。それに透明だからメイクで隠せるんだ。少し待って、もういいかな。ニキビが消えた。魔法みたいだよね。ゲッ、これはもういらない。ほら見て。うわ、これ私、肌がスベスベ。リアムありがとう。メイクしてくる。え、リジー行っちゃったか、恥ずかしい。このお人形は飽きたわ、捨てちゃおう。こっちの方がずっといいし、見てよ、すごく綺麗でしょ。ラララ、これはゴミ。あ、なんだろう、なんで
ここにいるのよ。誰かが捨てたなんて信じられないわ。大丈夫よ、私が新しいママになってあげる。あ、何？え、どういうこと？ここどこ？どういうこと？うわあ、素敵なお部屋。それ私の人形？違うわ、私のよ。まあいいけど、もっといいのを持ってるし。あなた汚いわね。綺麗にしてあげる。じっとして。お？雨漏り？シャワーを浴びたかったのよ。気持ちいい。あなたのことも忘れてないわよ。あと何滴か水があれば。これでいいわ。これで汚れが取れるわよ。新品みたいにね。たまには自分にご褒美をあげなきゃ。リラックスしてね。これ小さな歯ブラシね。丁寧に口を開けて。すぐにハリウッドスマイルになるからね。歯がまぶしすぎてサングラスがいるわね。歯がピカピカ。次は私の番。ああ、落ち着くわ。満足満足。あなたも楽しんでる？どうしようか、お人形さん。髪をどうにかしなきゃね。ありきたりだもの。私はうまいから安心して。ヘアスタイリングのプロなのよ。あなたのせいよ。こうしてみよっか。茂みを引きずられてきたみたい。あー、イライラする。お会いできて光栄です。はい、もちろんです。違うわよ、この子よ。ああ、それなら特別な道具がいります。どこだっけ。ああ、これです。ちょっと難しいかも。動かないでくださいね。まずはボウルが必要。それに水を入れて、食品着色料も入れます。よく混ぜて。いい感じ。あれ、お客様は？お人形の髪を水につけますよ。温度はいいですか？ああ、お人形でしたね。水を髪に染み込ませて髪を絞ります。しっかり乾かしましょう。わあ、この色似合ってますよ。素敵です。できたの？わあ、変わったわね。ええ、代金は。ああ、キャンディーでもいい？だから子供は嫌なのよ。気持ちよかった。リフレッシュできたわ。わあ、綺麗な髪。あなたも髪を変えたい？最後にシャンプーしたのはいつなのよ。どうしよう。そうだ、これが使えるかも。やってみよう。お人形をテーブルに置いて髪を切るの。あら、ショートも似合うわね。丸刈りは似合わないみたい。頭に毛糸を通していくよ。違う色もね。この方が目立つから。長い部分を切って頭を付け直すの。わあ、私もこんな髪になりたい。素敵よ。羨ましいわ。エヴァも羨ましがるわ。ロッカーから出さなきゃ。ずっと会いたかったの。今日もおしゃれ。私の大好きなバービー人形。おっともったち、髪の毛が綺麗。わーい、ごめん。人形が。何するの？元気？それちょうだい。なんで捨てるの？当たり前でしょ。人形拾いに行かなきゃ。ふふー、勝った。一体どこから来たの？クモなんて。ねえ、大丈夫？どう？大丈夫、私に任せて。わあ、この中すごく臭い。いた、待って。これバナナの皮？でも取り戻せてよかった。うわ、ぐちゃぐちゃ。来たわね。見てよこの人形。綺麗にしないと。全然意味ない。お風呂に入れよう。スパで綺麗にしてあげる。贅沢な暮らしが似合うからね。気に入ってもらえるといいな。汚い洋服を脱がせなきゃ。これはもう着れない。はい、吐いて。泡を足すよ。このミントがぴったり。ジャグジーみたい。温度は大丈夫？これでもう十分。出るよ、
じゃあ次は体のスクラブ。この歯ブラシと炭の歯磨き粉を使うの。わあ、汚れがたくさん。くすぐったい？羨ましいな。これで汚れが全部取れるよ。いい感じ。体を拭くね。風邪ひかないように。ピカピカ。誰かさんと違ってね。全部聞こえてるから。ソーダなんて必要ないもん。泡のクレンジングがあるからね。こうやってたっぷりのせたらブラシできれいにするの。肌が輝くこと間違いなし。試してみよう。柔らかい。これでどう？気持ちいいと思わない？ブラシが頑張ってくれるの。それに早い。拭いてあげる。よし、できた。うん、いい匂い。何か用？ナイスアイディア。フェイスマスクの時間。ここに寝てね。ボウルに歯磨き粉を入れたらグリッターを加える。しっかり混ぜるのがコツ。ペーストになるまでね。ブラシで塗って。これで十分。私もつけなきゃ。美容師って大変だな。はあ、これでリラックスできる。確かに良さそう。でもまだやらなきゃいけないことがある。髪の毛どうにかしないと。うん、新しい色はどう？まずは体をカバーするの。テープでね。ぐるぐる巻くのがポイント。こんな感じ。腕の方もしっかりつけて。去年のハロウィンを思い出す。顔も覆わなきゃ。ちょっと遊んじゃおう。ねえねえ、こっち見て。モーリー本気？そんなの全然驚かない。あら、それは残念。リベンジは後で。髪の毛を染めなきゃ。動かないでね。金髪は似合わない。黒がいい。絶対に可愛くなるから。暗い髪の毛が一番。テープを取ろう。美容院だとすごく高いよ。はあ、気持ちよかった。肌がすべすべ。ちょっとやめてよ。やめてくれない？ねえ。ん？何してるの？何してるのって？これすごく邪魔。待って、この着色紙使えるかも。温かいお湯を2つ用意したら、まずはピンクの髪からボウルに入れると水の色が変わるの。鮮やかなピンク色。フェイスマスクを取って、髪の毛を水の中につける。ちょっとだけ息止めてね。素晴らしい髪染めでしょ。次は青。毛先をちょっとだけ染めるの。うわ、かわいい。全然違う。どう思う？うん、普通。どっちの味方なの？の人形、かわいい。羨ましい。髪の毛サラサラ。人形ちゃん、大丈夫よ。パリのドレスなんだ。こんにちは。私も人形持ってるの。何それ。そんなのゴミじゃん。だって見てよ。公共の場で見せるなんて恥ずかしすぎる。でも可愛いのに。意地悪ね。なんであんなこと言うの？すごく悲しい。新しい人形買おうかな。お金あったっけ？微妙。そうだ、現金隠してたんだった。やっぱり足りないな。いいこと考えた。うまくいくかな。歯はいらない。歯の妖精さん、お願い。お金になりますように。やった、たくさんある。わあ、おもちゃがいっぱい。どれにすればいいのか迷っちゃう。わあ、この人形すごく可愛くて完璧。みんな羨ましがるかな。一緒に帰ろう。この人形気に入ったの。買ってもいい？もちろんよ。でも払える？うん、はい。わお、銀行でも襲ったの？歯の妖精さん、嬉しい。私よりいい人形持つなんて許せない。最高な一日だったな。おやすみ。いい夢を見てね。私は見るよ。へへ、やっほー。確かに可愛い。でも変身が必要みたい。髪の毛があちこちに落ちて面白かった。人形は？何があったの？美しい髪の毛がなくなってる。行かなきゃ。エミリー、どうしたんだろう。
はあ、どうしよう。そうだ、いいこと考えた。髪の毛のない人形には 3D ペンを使うの。まずは胸の部分に線を引く。短い線を意識してくっつけるように。色を変えるよ。白くて長い線を引くの。間を開けてね。スカートになるよ。髪の毛も忘れないように 3D ペンで長くて黒いスパイラルヘアを作るよ。髪の毛でふさふさになるようにね。わあ、素敵。すごく華やか。みんなに見せたい。なんともない顔してね。ねえ、みんなに見せたいものがあるの。え？信じられない。ちょっと待ってよ。わあ、スタイリッシュ。このカールかわいいね。一体何したの？もう、すごい量のゴミね。ふう、結構な運動だわ。それ、ん？なんだろう。ねえ、あなた大丈夫？泣いてるのよ。大丈夫じゃないわ。はあ、喋れるの？前のお家が恋しい。ああ、かわいそうに。私の家に来るといいわ。涙を拭きましょうね。はい。さて、お嬢さん、綺麗にならないとね。まずは髪の毛から。このトップスは変えないと。それに何かついてるわよ。優しく取るからね。ゴミ捨て場がいっぱいになるぐらいゴミがついてるよ。よし、足はどうしようか。これじゃ絶対ダメよ。お手入れしなきゃね。あー、気持ちいい。すね毛は綺麗に剃らないと。痛くしないから心配しないで。綺麗に剃ったらバターみたいに滑らかになるよ。うん、一歩前進したよ。新しい自分になれた気がしない？うわぁ、毛だらけ。痛い。よし。あ、顔のエステよ。なめをいっぱい使いましょう。あなたに必要なものよ。マッサージして肌をきれいにしようね。汚れが浮いてきたのがわかるわ。ピカピカの顔になるからね。そしてこれは大きすぎ。これがいいわ。なんてかわいいの。汚れをきれいに落としましょう。これすごく効果的なのよ。シルクみたいにすべすべになるの。おいで。ああ、このタオルを使って。ありがとう。どんな感じ？新しい人形になったみたい。あら、まだまだリラクゼーションするのよ。あなたすごく凝ってるわよ。ええ、よくほぐしてね。ちょうどいい力加減よ。足と足裏はくすぐったいから気をつけてね。わあ、それは泥パック？でもお風呂に入ったばかりなのよ。もっとつける。ソフトな足になるよ。最高なパックでしょ。終わったら味見してもいいよね。食べれるパックなんて最高。手足にたっぷりつけたよ。でもまだまだ肌にしっかり吸収させないと。ぴったりの大きさね。しばらくゆっくりしてて。仰向けになってね。確かにあなたの言う通り気持ちいいわ。私はおやつの時間にするわ。おいしい。あと一口。よし、今度こそ最後よ。5パック一気に食べられるわ。でも今日は1パックしかないのよ。お肌ももういい頃ね。輝くようじゃない。自分でも感じる。パーティータイムよ。イエーイ。うわ、ダンスが激しすぎたみたい。次は髪を何とかしないと。やりすぎないでね。それは私が判断するわ。大丈夫、痛くないから。あれ、ブラシが引っかかっちゃった。ちょっと引っ張らないでよ。取れた。でもブラシが。もうこれしか手段がないわ。あー、すごい振動ね。しっかり持って安定させないと。あー、やばい。危なかった。さてと。うわ、切りすぎたわ。違う方法を考えましょう。何か使えるものがあるはずよ。あ、これがいいわ。まずは髪を剃るわよ。これで長さが揃ったわ。
なんだかかっこいいよ。でももっとおしゃれにするよ。金色のカーリーヘアなんてどう？すごくかわいいと思うよ。そうじゃない？ピンクを入れてもっとかわいくなったでしょ？よし、ふっくらリップになった。次はあなたもやるのよ。じっとし